アフロはそうですね、去年の世界戦ぐらいからちょっとコンディションは上がらずです。やっぱり死ぬまで、髪が抜けるまでやります、はい、やっぱり200m の予選のタイムを毎回言ってるんですけど、しっかりと世界で戦えるレベルのタイムを出さないといけないなっていうのは毎回思っているので、そこをしっかり出していきます。非公式だったら確か6出し出たんですよ。9秒6なんでしょう、自分です。ダサい。まあまたジャパトラみたいな、多分ナショナルチームの人もいっぱい決勝上がると思いますし、まあ、まずは一つ一つしっかり勝ち進むことを目標に頑張ります。釣りが好きだったんですよ、こっちに来る前は。それでちょっと釣り行きたいなと思って、バーって探したら近くに釣り堀がありまして、ニジマス、ニジマス釣りの、はい、釣り堀がありまして、はい、修善寺のちょっと奥の方に、はい、そこがおすすめです。これはちょっと一番星を取ろうっていう。いつもありがとうございます、着実に強くなっていると思います、これから、一番星目指して頑張ります。